検証してみたシリーズ、今回はタイヤの溝が多い状態の車椅子とタイヤの溝が少ない状態の車椅子の比較です。検証方法はタイヤの溝が多いタイヤを十分山のもの、タイヤの溝が少ないものをゼロ分山程度のものとしました。タイヤの溝が少ない車椅子はブレーキの効きが弱くなる。検証方法はタックルブレーキをかけた状態で大車輪を後ろ側に駆動させ加わった力を比較します。タイヤの溝が多い車椅子の場合、約300ニュートンでも車輪は動きませんでした。タイヤの溝が少ない車椅子の場合、約200ニュートンで車輪は動きました。比較をすると約 40% の差が出ました。検証結果は、タイヤの溝が少ない車椅子はタイヤの溝が多い車椅子と比べ約 40% ブレーキの効きが弱くなる。タイヤの溝が少ない車椅子は乾いた路面で滑りやすくなる。検証方法は、乾いた路面で車椅子の駆動の際のタイヤのグリップ力を比較します。タイヤの溝が多い車椅子の場合、約285ニュートンで車輪は動きました。タイヤの溝が少ない車椅子の場合、約175ニュートンで車輪は動きました。比較をすると約 40% の差が出ました。検証結果は、乾いた路面上でタイヤの溝が少ない車椅子はタイヤの溝が多い車椅子と比べ約 40% タイヤのグリップ力が落ちる。タイヤの溝が少ない車椅子は溝が多い車椅子と比較して約 40% タックルブレーキの効きが悪くなる。乾いた路面で約 40% タイヤのグリップ力が落ちる。タイヤの溝が少ない状態での車椅子の利用は危険なため、タイヤチューブの交換をお願いいたします。安全かつ快適に車椅子をご利用いただくためにも、定期的にタイヤの溝のチェックをお願いいたします。次回の動画で、タイヤの溝が多い車椅子と少ない車椅子のタイヤのグリップ力の比較、濡れた路面、雪の路面編をご紹介します。